エンジョイパチンコライフ。ピーナッツ TV YouTube をご覧の皆さん、こんばんは。あ、こんにちは。レンジャーの福田奈々です。本日は東京都杉並区阿佐ヶ谷駅からすぐのところにございます阿佐ヶ谷パルコさんにゴートゥヘブンの撮影でお邪魔しております。本日福田隊員すでにマイナス400枚です。前回阿佐ヶ谷パルコさんにお邪魔した時は逆転できていますので、今日も逆転したいと思っております。ビシッ。それでは残り500枚からの大逆転劇、皆さんにお見せします。ビシッ。希望の槍、これすごいね。56回だって。しかもまだ668ゲーム残ってる。北斗の拳とも最新台ですね。結構いい感じに回数ついてますよ。21回、こっち26回、28回もあるし、また凱旋。私ほんと凱旋しか打ってないもんね。凱旋ババアと呼ばれるよ、そろそろ。今日まだビッグ1回も当たってない。レギュラー選考、レギュラーが2回。これ結構いったね、多分829ハマってレギュラーを当てた。こちらの台、よく考えて。本日の福田隊員のテーマカレー、こちらです。レッド。そしてこちらさん、赤い筐体っす。そういうことでしょ。じゃあ本日はこちらの弱年で逆転を目指したいと思います。ピシッ。ということで本日実践する機種は、ニューアイムジャグラー EX にいたしました。頑張ります。ピシッ。福田隊員の450枚目。よし、頑張ってくれ。頼ます。まさか自分がこんなあのボーイスカウトみたいな格好になってるとは思いもしませんでした。あの店舗さんについてね、はって気づいたらボーイスカウトみたいだって思ったの。だから家に出るまでは全くね、いい感じじゃんぐらいにしか思ってなかったんだけど、今人助けそうだもんね。何か困ったことがあったら福田さんにお話しください。いいえ、福田隊員にお話しください。はい、だね。追加投資。引かれ引かれ俺たち、怒られるやつだね。本当光んないかな。ちゃちゃっとちゃちゃっと光って、ちゃちゃっと頼むよ。でも阿佐ヶ谷パルコさんではもう、まあ、回数も回数ですけど、あの撮影させていただいてる回数がね多いけど、逆転できてるのも阿佐ヶ谷パルコさんだけですからね、今んとこ。個人的には相性がいいと思ってるんだけど、最近撮影行くとさ、私の心を折りに来る人がいるんですよ、結構。まあこの通り、私こんな感じじゃないですか。なんか閉店ちゃんの時もそうだし、こういう Go to Heaven でもそうなんですけど、まあね、上手い人がいるんすよ。
光らせ上手な方が世の中にはたくさんいるんですよ。毎回その人たちにやられてますよ。隣に座って速攻光らすっていうあの意地悪なやつをやられるって方です。もう本当にあれ心折れるじゃないですか。だからね、今日はいいとこ見せますよ。多分ね、すっごい物欲センサーがあるの、ジャグラー自体に。てか欲がある人にはね、光ってくれないんですよ。煩悩にまみれてる私をね、許してくれないんです。何枚目だ、600枚目。そうだ、この前ね、私ブログをやってるんですけども、そのブログがね、パチンコパチスロ部門のランキングで一番多くて19位、19位まで行きました。ありがとうございます。この動画見てる人が見に来てくれたかどうかは分かりませんけども、全世界の人にありがとうとお伝えいたします。多分ね、19位は初めてなんですよ、行ったの。観覧数半端ないことになって。でもね、私別にブログで楽しいこととか書いてないんで、本当に気が向いた時ぐらいでいいんで、遊びに来てください。しょうもないことばっかり書いております。しょうもないのいつもだよね。動画でもさ、しょうもないこと言ってさ、ブログでもしょうもないこと言って、ツイッターもしょうもないしね。ツイッターが一番しょうもないか。めっちゃ上手やないかい、やっぱり。福田の隣は光る。光る。大丈夫大丈夫。急激にブドウも来なくなってしまったよ。追加投資。あら大変。ちょっと待ってください。こっちの台ね。本当にすごいよね、私のこういうの怖いよね。見て、1047、まだあんまり回してないけど116分の1。こっちのさ、1291回転で645分の1よりはこっちの方が引けそう、光りそうじゃありません。移動しよう。本当目ざといね、目ざとい、目ざといで合ってる。ということで2代目はアイムジャグラー EX ダッピー、頑張るっぴー、ピシッ。ダッピーの意味はまあよく分かりません。今こちらの台は1047回転のビッグ5レギュラー4の116分の1です。はい、さっきまで打たれてたお客様ね、お友達と待ち合わせかなんかだったみたいで、そそくさと帰ってしまいましたので、これが噂のあれですよ。で、確率が今のところすごいから、まあ、これを崩さずに、まあ、短時間なのでビッグ先行でいいんで。お願いしたいところですね。じゃあね、追加投資。何枚目だろう。何枚目だろう。もう分かんなくなっちゃった。サイばっかりだよ、何なんだよ、誰なんだよ、ごめんなさい、光らせなくてごめんなさい。
光らせてください。あなた光らせなさい、光らせなさい。どうなってんの今の。どうなってた。いやまさかこんなに手こずるとは。だねー、追加投手、追加投手というかラスト。あの光を覚えておくのよちゃんだな。ああやって光るのジャグラーは。てへっ、てへぺろ。うざいね。371ゲームやったよ。こうやって光るんだよジャグラーは。おっしゃあ。浅香ゆかりこさんでセブンフェスティバル久々。いやラストだったから助かったよ、ありがとう。センキュージャグラー、センキュー東京。本当私超久々にジャグラーが光ってんの見た。撫で回したから多分もう一回ぐらい光ってくれんじゃない。やったね。やばい、はい、いいんですよ。19ゲームでした。ほらね、言ったでしょ。光ってくれるんだって。今日はいけるよ。あ、もっと今撫で回しとけばよかった。ゴーゴーランプ撫で回しとけばよかった。お願いします。ウィッフィーフィッフィー、やったね。34ゲーム先に光ってたのに、ほい、やったね。Thank you very much. そんなマッチョ、どうマッチョ。やったー、急に光る気になってるこの子。あざましたー、ほい、頼むぜ。しかし、お、増えた。あとビッグ1回以上、レギュラーだと4回くらいですよね。急いで。57回転、レギュラーだな。ほらね。いやでもよ、いいね。よし、1ゲーム連チャンしろ。はい、だね。いやー、よし、時間になってしまったので本日の実戦は終了したいと思います。結果は後ほど。
実践終了。ベンベン本日阿佐ヶ谷パルコさんで実践した機種は、ニューアイムジャグラー EX、 あとアイムジャグラー EX を打ちましたが、残念ながら逆転することができませんでした。すいません、今逆転っていう言葉が出てこなくてね、あのちょっと0.0コンマ何秒分かんないけど、あのちょっと停止しましたが、残念ながら逆転できませんでした。あの2台目に打ったねアイムジャグラー EX が結構調子よくて、あのまま続けたかったんですけども、ちょっと時間が時間で、残念ながら今日は逆転でやめることになってしまいました。ということで本日お邪魔いたしました阿佐ヶ谷パルコさんなんですが、これからも話題の最新台続々と導入予定となっておりますので、詳しくはお店のホームページまたは P ワールドを確認して、お近くの方はぜひぜひ遊びに来てください。いや今日はねもうあの初め1台目に座ったジャグラーがあのちょっと不機嫌な感じでねあれだったんですけども、2台目待ち合わせのねお友達に呼ばれて帰ってしまった男性の席をいただいて打ちましたが、あとちょっと本当あとちょっとあと何枚に300枚ぐらいだったんですけど、逆転できなかったのは私の引きがいかんせん弱いからです。もっと早いうちにこう引いてれば逆転できたわけですから、次回は早い段階でこう初当たりを引きこうガンガンガンと行きたいと思っておりますので、皆さん引き続き応援よろしくお願いいたします。以上福田奈々でした。 See you next time! バイバイ。どどん、あ、イエイ写真忘れてた。また登る太陽に立ち向かえよ。 PTube はこんなに楽しい、人気パチンコパチスロ動画がいつでも見れる、人気ライターの来店情報もプッシュ通知で届く、 PTube ダウンロードしてね。えいえい。